ウブラジ。初めての体験メールをご紹介します。おいおい、千葉県俺らの心の拠り所、トマトのんちゃんからいただきました。私は今年の4月、憧れの中学生になりました。おお、おめでとうございます。おめでとうございます。この間部活動の体験があり、少し気になっていた吹奏楽部の体験に行きました。お、先輩方は当たり前のように簡単に吹いていましたが、実際吹いてみるともう全くと言っていいほど音は出ないし疲れるし、先輩方はいつもこれをやってると考えるとすごすぎて驚きました。それから30分ぐらい先輩方に教わりながら続けていると、やっと音が出ました。あの時の嬉しさは今でも覚えています。なにわ男子の皆さんは何か楽器を演奏したことがありますか？おー、てかもう中学のこのなんか部活紹介みたいな、めっちゃ懐かしい。いいよなあ。ったなあ。あったよな。みんな前に立ってさ、やってくれてんのよ。体育館とかで俺はやってたわ。みんなあ、やってた。部活なんかサッカー部、うん、全国大会目指して頑張ります、リフティングしますとか、みんなリフティングすんね野球やってた。野球部、うん、全国大会目指して頑張ります、キャッチボールしますとか一緒やん。そう、みんなね、なんか吹奏楽部もみんな吹いて、うん、なんか演奏を聞いてもらったりしてたよね。ね、楽器か。なにわ男子でね、その一曲、うん、なんか演奏するとかいうことはないから。そうだってね、道枝俊介がギターで、うん、大西流星がピアノを弾けるぐらいやもんね。うん、そうやね。あとみんなやってんだよな。やってん。でも大橋関西ジュニアの時ドラムやってたもんな。そう、ドラムやってた。ずっとドラムやってて、ほんまに一週間で練習して。ドラムずっとやってたもんな。そう、やった。だから今でも全然楽譜は読める。あ、すげえ。楽譜読めるってかっこいいよな。そう、でもドラムの楽譜ってそんな難しくないから、音決まってるから。あ、それ、じゃもう分かれば、うん。簡単ない。簡単簡単。あとはこう、吐く。このリズム感があるかどうかみたいな。確かに。3連符とか。ドラムってさ、うん、音楽の授業でも一回叩いたことあるけど、うん、足と手が全部もうなんか、ガンガンみたいな。そう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 、ぐちゃぐちゃになる。そう。めっちゃ難しいな。最初はめっちゃ難かったけど、ね、だから、ジョー君何やりたい？逆に。もし、なにわ男子で、楽器をやるってなったら。トランペット。おー、トランペット吹いて、オリックスバファローズのチャンステーマのパラパー、パラパー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 を吹きたいね。マジでかっこいいね。じゃあ、なにわ男子で。チャンテ、チャンテ、チャンステーマ。チャンステーマって言うの？チャンテ、チャンテ。チャンテって言うの？チャンテの、トゥルトゥーって始まった瞬間に、全員がタオル用意すんねやんか。そのトランペットのソロパートを吹きたい。あー。そう、ごめん、なにわ男子で演奏するとかじゃない。俺の今の夢それ。あ、夢ないよ。そう、なにわ男子でやるんで、お願いしますって言ってトランペット買ってもらって、あいつ練習してんのかなと思ったら、うん、全然違うオリックスのチャンステーマ練習してね。てるてぃーって。なにわの曲じゃなくてな。そう、それをやりたいね、俺は。いや、でもなんかこういうね、うん、初めての体験メールってなんかみんなね、うん、まあ、僕らも懐かしいなって思うこともあったり。なあ、中学生やからね。ね、他にもね、え、そんなあるんやっていうのもね、たくさんあるので、うん、皆さんもぜひ初めての体験メール送ってください。送ってください、お願いします。ますそれでは行きましょう。おい。こんばんは、なにわ男子の藤原丈一郎です。こんばんは、大橋和也です。いつまでもうぶな気持ちを大切に、あなたに笑顔を届ける1時間、なにわ男子のうぶラジ、今週も始まりました。どういうキャラなんそれ。いや、このうぶな気持ちを大切にっていうたびに、うん、あ、ウブな感じで行こうって毎回思うの。それウブな。そうそうそう。あと大橋のこんばんはがもうマジでマジで夕方5時ぐらいの関西でこんばんはこんばんはこんばんはって言ってこんばんは。え、俺毎回こんばんはってなってまうねん。いや、なるけど、うん、ならんの。ならん。こんばんはってなんかちょっと嫌じゃない。あ、じゃあ普通に人と会った時に、うん、こんばんはやけど、うん、ラジオでこんばんは大橋和也です。関西関西。そのこんばんはいけるかどうかじゃなくて、イントネーションの話をしてんね今。いや、イントネーションもこの感じでいける時間帯みたいな。何、自分でこんばんは使い分けてるん。いや、だから俺こんばんはしか言わない。こんばんはって言ったことないもん。ちゃんとみんなの前でこんばんは、こんばんはって、こんばんは、大橋和也です。めっちゃ関西人って感じする。さあ、ということで今週はですね、なにわ男子の中でも大人の色気があると業界内で評判の大橋藤原コンビ、言い間違いや髪がない落ち着いた放送をお送りしています。いや、ほんまにそうよ。だって芸歴見てみ。はい、15年やろ俺が。大橋和也が15年、15年、はい、ジョーク何年、まあ、19年経ちました。
だから今20年目ってことでしょ。そうです。すごいよ20年目よ。え、誰が後輩に当たんの？いっぱいいます。いやだから結構俺らかしたらなんかすっごい先輩みたいな人が後輩やったりするわけや。はい。例えば、例えばですか、うん、まあ、デビュー、それこそスノーマンとかは仲いいですけど後輩だったり、うん、全員後輩。そうです。はい。あんまこの話で盛り上がれへん。俺だけ盛り上がって。俺聞いたとって。ほんで一番盛り上げなあかんとこ、多分このな、言い間違いや紙がないに対して、うん、そうやねとか、なんかあるんかなと思ったら、そこはもうほんまに多分ないみたいなテンションで言ってるけど、うん、大橋藤原のコンビで言い間違いや紙がない、落ち着いた放送をお送りしてます。これほぼほぼ大橋さんについてる。いやいや、違う違う違う。ジョー君もさ、言い間違いもあるし、紙もあるやん。はい。打率俺多分ね、言い間違いとか、紙の打率は1割ぐらいなの。大橋さんでも打率8割。8割、うん、8割8分。めっちゃ噛む。8割8分や。その8割8分。が意味よ。あのね、言い間違い紙、意味不明。増えました。じゃあ、え、8割8分って言わんの？打つときなんか。いや、そのなんか別に、打率4割とか、5割とかあるけど、別に4割4分ってもあるし、うん、別に8割8分ってそんな限定のやつない。あ、ないの？なんでその俺がさっきから8割に対して、うん、8割8分。8割8分って。なんでそこだけチョイスするん？いや、なんか8割8分の方がかっこいいかなと思って、カッって出てもらった反応とか。何それ？え？受注ハックじゃないの？お前何受注すんねん。何頼んでんの？じゃあ、スタッフさんのいきなり何なんそれ？じゃあ、その前にその受注ハックに対してなんか、いや、受注やろみたいな。受注ハックですよね。あ、そうなん？あ、8割8分じゃなくて、受注ハックってことを言いたい。じゃなかったの？あ、そういうことね。わからん。はい、ということで、言い間違い紙、意味不明なことを言います。わからん。まあ、最近ね、この二人だとドラマも、ああ、そうですね。大橋はね、テレビ朝日系ドラマの、刑事と検事の、時々判事。これめっちゃ難しいな。そう。だから、俺最初さ、刑事と検事、時々判事。そう、最初だからごっちゃになったんよ。はい、刑事と、ケンジとハンジが、この、結構似てるやん。はい。だから、ごっちゃになったけど、ケイジとケンジ、時々ハンジって、なんかめっちゃ言いやすくなって。そうやね、言い慣れたら。そう、言い慣れたらめっちゃ。だってこの初回放送の前がフィギュアスケートかなんかやってて、うん、で、その流れで、このドラマ始まってたもん。俺見たもん。よう見てるやん。見た。え、かわいい。もうフィギュアスケート見たかったからな。じゃ俺やろ、これ絶対。俺を見たかったから、ちょっと、なんていうの？こう待っといて、ローラースケートじゃないわ。フィギュアスケートやってたやろ。はい。もう、伏線回収。早っ。言い間違いや、紙がないに対して。あれやろ、ドラマのな、前のローラースケート。フィギュアスケートな。ねえ。黙ってくれてたやろ楽しみに。見てました。フィギュアスケート見てました。どうでしたか？あれ、どのぐらいの撮影期間やったの？え、でも3日。全部は、ギュッて合わせたら3日。あ、じゃあ、1日撮って、まあ何日か。さあ、相手とかあったけど。そう。あったけど、全部ひっくるめて3日やねんけど、ほんまに1日1日めっちゃ濃いかった。うん、でも主演のね、桐谷健太さん。そう。大阪というか、なんか多分、関西の人やもんね。関西にと。この番組も、あ、ドラマも、関西弁なんよ。うん、うん。で、ほんまに終わってもずっと関西弁でさ、うん、だから終わってからの、俺も関西弁なるから、うん、すごいなんか、親近感湧く言ってた。おー、まあでもやっぱ関西弁で喋ると、喋りやすさもあるし、うん、他の人がね、標準語とかだと、あ、そうです、みたいな。そう。わかりますわーとか。そう。だからすごいなんかみんな釣られるって言ってた。関西弁を。でもめちゃくちゃ楽しくてさ、場の雰囲気もさ、ほんまに、結構こうずーっとさ、しんみりした状態ね。うん、やけど、終わった瞬間、あれさーとかさ、来てくれるから、桐谷さんが。すっごい楽しかった、うん。その温度差はすごいよね。そう、だからすっごいなと思って、そんな急に入れるんやって、役に。そこがほんまにすごいなと、それが皆さんやから、はい、すごいなと思ったし、ジョー君もね、しかも今やってるよね。今絶賛やってます。TBS 系の金曜ドラマ、はい、ペンディングトレイン、8時23分、明日、君と。3本ってもうやめて。レギュラー出演なんやな。なんかやっぱ大橋が言うとめっちゃ関西番組やねんな。ペンディングトレイン、8時23分。え、でも合ってるやろ。明日君と。明日君と。にレギュラー出演で、樹海での撮影での苦労は苦労はどうでしたか？嫌な質問やな。いや、俺ちょっと見た。苦労はあって。バスの中でさ。あ、電車な。トレイン言うてるからな。ペンディングバスちゃうからな。電車な。あれ、すいません。やっぱ大橋さんだけ入り時間、俺より2時間前にしといてもらっていいですか？
記憶もそうやし、台本も言い間違えるし。俺思うねん。やっぱウブラジ今までメンバーといろいろやってきて、大橋の時だけ終わった後の疲労感半端ないねん。ちょっと一瞬見たのがバスみたいな感じだったから、バスって思ったけど。思ったとしても見て、ほら。タイトル、ペンディングトレイン、トレイン。トレイン、トレイン、走って行けの、うん、トレイン、電車ね。電車、うん。その曲は一切関わってない。関わってないんか。うん。で、オープニングでも俺らもうめっちゃ喋ってんで。このまま終わるんちゃうかっていうぐらい。いい、だよ。まあ、でも、このドラマは、本当に、いろんなとこ行ってます。樹海って言っても、ま、いろんな山の方行ったり。すごいよな。そう。俺はそのし、その、樹海の、まあ、樹海って言っても何校かあって、行ってないところでは、着替えた後45分ぐらい歩いて、え？で撮影して45分戻って着替えてとか、めちゃくちゃ過酷って言ってた。結構過酷やな、そうなったら。だってすごいとこやもんな。ほんまに予測不能のストーリーなので、みんなもこう考察したりとか、どうなっていくんやろうっていうのがあるので、皆さんもぜひ金曜日、夜10時から見ていただけたらなと思います。思います。お願いします。というわけで、今週もうぶな気持ちを忘れずにお送りしていきたいと思います。思います。ここで一曲目。この曲は、ほんまになあ、うぶって言ってるやん。なんでうぶやのにさ、そこから急に、ほんまに、高橋恭平の主題歌。主題歌主演映画の主題歌ね。主演映画の。高橋恭平の主題歌ではないから。何一人ずつ主題歌あるないない。なあ。映画ね。初主演。進まんぞ、進まんぞ、これ、はい。初主演映画の主題歌となっておって。はい、なっとって。なってて。ね、すごいね、ういういしいっていうか、なんかすごいキュンキュンした曲ですので、皆さんぜひ聴いてください。なにわ男子スペシャルキス。担当は藤原丈一郎と大橋和也です。なにわ男子のブーブラジブーブラジ伝言版。なにわ男子の大西流星です。道枝俊介です。スタジオにいるメンバーへの伝言ですが、はい、5月は晴れ間が多い月なので、はい、運動会を開催する学校が多い時期です。そうですね。もしね、メンバーでガチンコ100メートル走をしたら、どんな順位になるか、これを予想してみてください。はい。なんですけど。100メートル走ね。うん。何秒ぐらいでした ?100 メートル ?100 メートル。100メートルって測る機会あるか。でも、50メートル2倍っしょ？うん。大体。あ、でもカーブがあんねや、そっか。そう、カーブがあって、大体、まあ、直線のやつもあるか。うん、忘れた。俺多分5、6秒やった気するな。夜も多分そんな早くなかった。多分そのぐらい、そんな早くなかった。絶対そう、そんぐらいっていう感じでしたね。だって絶対大ちゃんは早いやん。早い、陸上やってたし。で、恭平も早いやった。恭平も早い。大ちゃん恭平ぐらいじゃない僕早いイメージ。あ、ジョー君とか。ジョー君とかだから、もうなんか、まあ俺らは6位7位6位まあ俺が6位かな。じゃあ俺5位？いや、なんでやねん。7位かわいそう。じゃあ5位かな。まあでもなんかそういうどんぐりの背比べぐらいですね。ね。いやでもやっぱ、運動系のさ企画ってあんまやらんやん。あんまやらないですね。YouTube とかでもほんまたまに。はい。まあなんかテレビの企画でたまにやるぐらい。ちゃんとガチンコ対決やってみたいね。やってみたい。全員でやってみたいね、一回ね。やってみたい。いろんな競技やってみたい。はい。ね。楽しみにしときましょう。楽しみですね。はい、皆さんは。じゃあちょっと順位予想してみてください。お願いします。以上、大西流星と道枝俊介でした。どうしようかな、今日はポカポカしてきましたしね。今日はポカポカしてきたし、やっぱり暖かい季節になってきたから、うん、今回はもうお任せしちゃう。 お二人にお任せしちゃいます。お任せします。お任せします。やってもやらんくてもええんやで。バイバイ。ええんやで。かわいいね。かわいいな。もう二人が揃うとほんまになんかさ、白いのなんか出てない？白いオーラ。オーラだけでいいやん。なんだそのなんかじゃあオーラ出てる、なんか幸せオーラが出てる黄色いとかあったら、あ、なんか黄色い歓声とか言うやんか、うん、だからなんか可愛いなとか虹色のオーラとか、うん、白いオーラってなんかちょっと怖ない？お化けみたいな。なんて天使みたいな。あ、天使ね。そうそうそう、そういうなんかほんわかした感じの白いオーラが出てるなって二人がね一緒に喋ると。なるほど。で、なんか100メートルか、うん、大橋は何秒ぐらいでした？俺何秒なんやろな。俺13、14ぐらいだと思う、多分。おお。多分ね。俺どんぐらいやったんやろね。でもこれほんまに50メートルは測っても100メートルってほんまに測らんよな。測らん。なかなか。50メートルは何秒やった？俺は7点何、何秒やったっけな？ 7.、
な、前半とかやった気がする。俺日に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 じゃないな、中学生の方が早かったよね、高校生よりは。中学生だったら6秒台でいけてたんけど。え、マジで6秒台でいってた？6秒。いや、多分中学で。そう、中学で。多分中3とかで。多分ね。めっちゃ早ない？そう、6秒の時期があったんよ。でも高校なってからなぜかめっちゃ遅なって、8秒とか、うん。めっちゃ遅なってるやん。そう。その2秒めっちゃでかいね、50メートル界では。そうやね。100メートルって長いからね。そうやね。まあ、順位になるってなったら、多分やけども、1位は、まあ、大悟早いもん、ね。大悟早い。大悟やってたら陸上部やったから。西畑大悟で、次多分映画で、ちぎらくんで京平が早なったやろ。あ、なんか走り方教えてもらったらええっすよな。そうそう。で、次京平ちゃん。うん。で、次俺。いや、変わらんって、俺ら。絶対俺、絶対俺。なんでなんでなんで、その根拠教えてよ。え、根拠？うん。え、目の前に、あの、野球グッズとか置いたらバリ早なると思う。目の前に何置いたら早なる？いや、俺プリン。で、俺スプーン持ったまま走るから。いや、落とすやろ。こうやって走るから。てか、ミッチ遅ない。15、6秒って言ってなかった。一番足長いのに。そうやで。多分ね、この、なにわ男子が運動企画やらないのはミッチーの運動音痴がバレるから やらせてくれへんっていうのが多分一番の理由やと思う。あと流星のスキップ。あ、流星のスキップ恐怖。スキップは恐怖。流星のスキップはマジで恐怖。まあそういうねカテゴリーはないけど、スキップでカテゴリーないねんけど、うん、そういうの見ちゃうとさ、こいつら運動落ちちゃうかって思われるもんな。そうそう。まあ、いずれかもしかしたら、なにわ男子の YouTube でやるかもしれませんので、うん、あの、気長に待っといてください。はい、YouTube で見てください。はい。ということで、ここからは近況トークのお時間です。じゃあ、大橋、近況ありますか？最近さ、はい、自分の声がバレるようになってきたんよ。ほう。姿じゃなくて、顔は隠してんねん。帽子も深くかぶってさ、マスクしてさ、で、バレへんのよ。喋らなかったら。やったらね、街中で歩いててもバレへんよ。うん、そう、バレへんねん。バレへんけど、まあ、ちょっと前に、あの、松島聡くんと、セクシーゾーンの松島。セクシーゾーンの。はい。と、テーマパークに行きまして。はい。そこで、バレたんよ。二人とも、まあ一応変装というか。そうそう、めっちゃしてる。だから、うん、ほんまに、目も隠れるぐらい。だから顔が出てない状態。うん、で、行ってんけど、バレたんよ。うん、口揃えて言ってたのが、大橋くんの声でバレますって言われて。なるほど。あれ見てたら、あれなんか、そう。聞いたことのあるハスキーボイスやな。大橋くんちゃんみたいな。そう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 。で、結構俺の声がバカでかいらしいのよ。楽しんでるから。テーマパークが楽しいからね。やばいやばいみたいな。そう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 。やばい、あれ乗ろうぜみたいな。そう、ちゃんと。言ってて、で、そのファンの方から、あの、もうちょっと静かにした方がいいですよって。え？ファンに遭遇して、怒られてんの、うん、怒られた。もうちょっと静かにしといた方がいいですよと。あ、そう。あの、バレるんで。やめといた方がいいですよ。めっちゃ優しいやん。めっちゃ優しい。だから、ファンってなんて優しいんやなと思った。だからそれが最近も、結構一人でさ、このお店予約したりすんのよ。あの、ご飯屋さんで。うん、で、実名で俺いつもしてて、お橋風です。フルネームで言うの、うん、あの、フルネームで。早くフルネームっておらんくないえ、フルネームで言ってくださいって言うとこもある。わかるけど、あ、もしもし、お橋風です。そう。もしもし、で言って、あの、お名前教えてもらっていいですか、フルネームでって言われたから、あ、お橋風ですって。はっって言われるんで、毎回。で、それでバレるから、もう実名言わんとこうと思って、で、違う名前で予約したんや。まあじゃあ、例えば何でもいい。まあ、田中田中とかいう名前やったら、田中田中ね、あ、田中田中です。多分その時はバレてないよ。やけど来て普通に注文した時にバレるらしい。俺もう喋るな。じゃあ注文する時どうしたらいい、ジョー君。声のさ、質というかさ、いろんな声操れるようになったら声優さんみたいに。ああ、なるほどね。今その感じ。例えば俺が店やるな、いらっしゃいませ、ご注文は。普通に喋ってみて、一回うなぎください。普通に普通に喋ってみてって。ごめんごめん。普通に喋ってみて。うなぎください。あ、大橋くんってなるよ。あ、なる。で、そこを、じゃあまず、渋い、渋い系。渋い系、ね。ダンディ。ダンディ。ご注文は、うなぎください。これでバレた、めっちゃ恥ずかしい。はい、大橋くん。なるよ。え、そっち、ふざけてるもん。ふざけてる？いや、ふざけてね。ちゃんと、声でバレへんように変えようかなと思うねんけど、やっぱバレちゃうねんって。渋い系、渋い系。ダメ。渋い系も無理やねんやったら、なんかちょっとこう、あのね、みたいな。ああ。そうそう。なんかちょっと。そっち系ね。わかるわかるわかる。ご注文は？あのね、僕ね、うなぎで食べたい。もう声質もあかんし、あと、うなぎ、うなぎ戦えって。いや、むずいね。え、ジョーカーバレへん。やっぱ顔だけ？顔でバレる。大丈夫。いける。全くバレんの？全然いける。飯行っても、うん。全然バレへん。いや、だから顔じゃない。バレってとて、うん。何も言ってけへん。あ、みたいな。一番恥ずいのは、ほんまに名前を、例えばじゃあ田中で言って、うん、
行った後、ご飯食べた後、うん、領収書はって言われた時に、うわ、やってもうた。ここで、田中で行ったのにとか。結局、それやったらもう堂々と藤原で行くべきやなって。そう。そう。そういうのはあったりするね。すいません。はい、こんな感じです。僕の近況は。はい、ありがとうございました。番組はまだまだ続きます。なにわ男子のウブラジー。今日の担当は、大橋和也と藤原丈一郎です。なにわ男子の藤原丈一郎です。大橋和也です。なにわ男子のウブラジオをお送りしています。続いてはこちらのコーナー。決断なにわ男子下がる。さあ、人生は選択の連続でございます。このコーナーでは A と B どちらを選ぶか悩んでしまう2択を紹介。なにわ男子がズバッと回答して我々なりの正解を発表したいと思います。いったろうぜ。じゃあそれでは早速行こう。お橋お願いします。 OK。 山形県14歳リオさんからいただきました。ストップ。え、もうね、山形県を山田って言ったら最初なんか誰のこと言ってんのかなと思って。ちゃうやん。別にさ、切れるからさ。切れへんよ。別に長いいやん。もうなあ、言ったやろ。ウブな気持ちを忘れずに初めての時にさ、そんな、あ、すいませんカットでとか言わんやろ。ウブな気持ちで行こうぜ。オッケー、ウブな気持ちね。もう言うたら生放送みたいな感じでやればいいってことだね。そうです、その気持ちで。あの、山形県を山田ってやめて。すいませんでした。はいはい、山形県14歳リオさんからいただきました。東京が、じゃあ友達がおい、じゃあ僕ほんまにさ、俺目わからんで、東京に見えたんよ。もう目わからんでも意味わからへん。ねえ、一人だけちょっと大足のさ、お便りフォント上げて60ぐらい、めっちゃ一文字でかして、大きくして、マジで。A と B があるんですよ。 OKOK。 A が何ですか。じゃあまず、友達が家に来た時にやられたくないのはどっち。やられたくないこと。はい、やられたくないのね。 A、 素足のまま家中を歩き回られる。はい。で、 B、 勝手に冷蔵庫を開けられる。嫌な方。そう、嫌な方。やられたくないのはどっち。 A が素足のまま家中を歩き回られて、 B が勝手に冷蔵庫を開けられる。はい、決まりましたか。僕決まりました。はい、じゃあ行きますよ。はい、まずはジャッシュ。藤原は A。 大橋も A。 何の拍手かわからんけどな。いや俺絶対素足のまま嫌や。俺スリッパ絶対あんもん。あ、そう、スリッパそのままベタ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 って行かれたらちょっと嫌じゃない。まあその子が家では素足の人で。ああ、なるほどね。そう、スリッパ大丈夫なタイプの。そう、スリッパ履いたけどなんぜかなんか脱ぎっぱなしでみたいな。はあ、いや、そこはなんかしれっと、俺スリッパどこ行ったみたいな感じで。なるほどね。全然俺冷蔵庫は見られていい。俺もいい、全然。てか逆に冷蔵庫見られたくないっていうのは何が嫌なんやろ。でも主婦の方とかはそうなんかな。え、だからそうじゃない。食べ物別に入っててもさ、これを食べてるから何がって言うのもないやん。ならんならんよな。全然見られていい。いや、ほんまに素足のベタベタをさ、床でするとさ、すっごいなんか光沢感とかすっごいベタベタ。どんな人呼んでるん。ベタベタなんだよ。ベタベタなんだよ。基本ね、もうこの時期は全然大丈夫やけど、うん、まあ、夏なるとサンダルとかが多いもんね。うん、確かに。でもこれは俺と大橋は一緒で。ガチしましたね。素足が。はい。嫌ということで。嫌だね。じゃあそれでは続いて、神奈川県の笑い方バッファローさんからです。どんな笑い方。一生その髪型でいなければならなくなったら嫌なのはどっち。 A、 一生リーゼント。 B、 一生角刈り。角刈りね。角刈りかリーゼント。おー、一生 A、 リーゼント。嫌なのね。そう、嫌なのはどっち。一生リーゼント、一生角刈り。はい、決まりました。まずはジャッジ。大橋は B。 藤原は A。 お、分かれたな。分かれたね。え、一生角刈りが嫌ってこと。横刈って、うん、カクカクしてる、あの、あ、え、ストリートファイターで出てくるさ。分かりやすく言うとそうやな。な、黄色の髪の毛の似てんな。あれより、もうちょっと抑えめ。あ、俺角刈り嫌かも。マジ？俺リーゼントってめっちゃかっこよない。いや、あれ一緒やで。あれで、もしやで、うん、もしやで、リーゼントになりました。で、自分
車の免許持ってへんかって教習所行くやんか、うん、右左確認するときにリーゼントがカシャンカシャンとかなんねんで、ヘルメットとかどうするん？バイクの免許取ってさ、うん、フルフェイス被ったときにさ、リーゼントが前にこうグーンってなってさ、自分の視界を見えんくなんねんで。え、それは、あれよ、ちゃんとリーゼント用のヘルメット被る。ないやろ、そんなちゃんとここ空いてるやつ。リーゼントのとこだけ空いてるやつ。絶対嫌や、それ。絶対目的地着いたらハエとかいっぱいいるやつや。じゃあ、確定も確定。キムチおっぱキムチ核ないで、核ガリか。核ガリや。一生核敵は絶対嫌や。じゃあ、核ガリか。核ガリはさ、もう一緒じゃない？ちょっと浮いてるからさ、ヘルメットも被られへんやん、言うたら。まあそうやな、でも一番やっぱ嫌なのは A でも B でもなく C の一生確定やな。確定やな。C の確定になりました。はい。いや、音よ。はい、続きまして、ラジオネームゆいちゃんからいただきました。歩くたびに音が鳴るなら、マシなのはどっち？マシなのね。マシなのね。A、ぴょんぴょん。はい。B、ウィーンガシャン。で、歩くたびに音が鳴るならマシなのはどっち？ A、ぴょんぴょん。 B、ウィンガシャン。決まりましたか？なるほど。ぴょんぴょんか。ぴょんぴょんか、歩くたびにぴょん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 。そう、鳴るし、歩くたびにウィンガシャン、ウィンガシャン。で、マシな方やから。自分がいいと思う方やから。A か B。まずは、ジャッジ。僕は、B。大橋は、ぴょんぴょん。A。A のぴょんぴょん。分かれたね。分かれたね。俺ウィンガシャ。なんでな、それは。いや、もうめっちゃくちゃ怒られてる時、うん、ぴょん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 って歩いてたらさお前ふざけんなよって、今この場。ちょっと待って待って、ウィンガシャも一緒じゃない？ウィンガシャはまだめっちゃ怒られてる時にウィンガシャウィンガシャウィンガシャはまだ許せれるよ。ちっちゃくしてるからね、音量を。絶対言え。ぴょん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 が怒られてる時にね、まあ怒られてる時に歩くのもおかしいけどさ。じゃあめっちゃ振り付け師さんにブチ切れられてんねん、うん、お前やーってこっち来いよ、ぴょん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 はもうふざけてんのかってなるやん、うん、お前ちょっとこっち来いよ、ウィンガシャン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 ってなるとあ、振り付け師と戦うんやなっていう。ウィンガシャン遅すぎねんで、もうちょっと早は来いよって言われる。おわしじゃん、ウィンガシャバじゃなくて、おわし、もうこっち来いよ、これ。ウィンガシャ、ウィンガシャ、ウィンガシャ、ウィンガシャ。それはちゃう。それはちゃう。こんな感じで行かないと、だって、ウィンガシャン、ウィンガシャンって来てたらさ、こお前早く来いよって言われんで。じゃ、逆にぴょんの選んだ理由は何？いや、ぴょんぴょんやったら可愛い。いや、可愛いよ。可愛いやん。しかも、そのダンスとか、俺らアイドルとして、振り付けするときにさ、まあ足踏んだりもするやん。で、その時にぴょん、ぴょん、ぴょんって言うてて、ファン喜ぶやん。そんなんやったら何は男子のジアンさ、踊りながらぴょん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 とか言えやろ。ウィンガシャンシャンシャン、ウィンガシャンガシャンガーンとか。ちょっと変わってんね、言い方が。ほんま俺らなんか、どうでもいい話についてめっちゃガチで。そうやねん。議論してんねんけどさ、もう決めようか。決めましょう。いや、状況的にどっち？いや、もう、まあ、うん、いいよ、決めていい。ぴょんぴょんでいいんちゃう？ということで僕らの回答は A のぴょんぴょんに、です。ぴょんぴょんです。ぴょんぴょんです。さあ、ということで、はい、皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。以上、なにわ男子でした。ちょ、ごめん、ケツないやん。やばい、大橋の口が。待て待て待て。え、もうこのラジオ終わりですか？けど、今思ったよ、喋りすぎたなって思う。前半でもう30分超えてんねん。やばいな。ここでは。はい。だからちょっと、はい、皆さんよろしくお願いします。皆さん俺だけです。そか。以上、決断なにわ男子でした。ここで、一曲。この曲は、ゆずの北川悠仁さんが作詞作曲してくださった曲で、ね、皆さんの日常の一部になるような曲になってほしいなと思います。なにわ男子で、サチアレ！今日の担当は、大橋和也と藤原丈一郎です。なにわ男子の、ブブラジー！なにわ男子のブラジーをお送りしています。それでは大橋ふつおた紹介お願いします。はい、埼玉県俺らの心の拠り所ちささんからいただきました。はい、私は通学の手段としてバスを使うのですが、毎回心地よい揺れで寝てしまいます。いつもなら座席に背中を寄りかからせて寝るのですが、この前前のめりに寝てしまいました。そして気づいたら頭に違和感があるなと思ったら、横に立っている人の服の裾が突き刺さっていました。何は男子の皆さんは頭に何か突き刺さったことはありますか？どういうこと？服の裾が突き刺さってるってどういう状況？横に立ってる人の服の裾？まあ、裾リブみたいなとこやんな。なんか多分硬い部分なんかな、もしかしたらジャケットか何か。
やったんかな、が突き刺さってて、なんか違和感あるなって、まあ頭にこうくっついてたというか、だから裾があれやったんかな、ほんまに針みたいになってたんかな。どんなファッションやねん。頭に刺さったことありますかって、いやこの前ねって言えるエピソードトークないわ。刺さるトークないわ、頭に。いや、なさすぎて俺どうしようかなってめっちゃ頭で考えてた。フル回転したけど何も思いつかんもん。いや、刺さりはしない。突き刺さることないもん。むしろこれから、今後のラジオで刺さるようなトーク言いたないよね。頭にこの前刺さったんですよ。逆に皆さんも願っといてください。僕らが頭刺さったトークないこと。はい。はい。さあ、続いてはこちらの新コーナーです。一言で回答、大橋和也のプチお悩み相談室。そうなんですよ、相談室なんですよ。そうなんですよ、相談室で、はい、リスナーの皆さんの胸の内にあるプチお悩みをね、たった一言でね、一言で一言、はい、多分ね解決するかもしれない人生相談風コーナーです。人生相談ではないんですね。そうそう、風やから一言で、まあ人生変えれるかはもうあなた次第、僕の言葉を聞いて、はい、なるほど、はい、だから僕からの回答はたった一言ですので、ズバッと行かせてもらいます。はい、大橋和也の声と明るさと発想に背中を押されたい方からのメールを募集したところ、なんとたくさんのプチお悩みが届いたようです。早速相談に乗っていきましょう。はい、北海道の知床のぴょん吉さんからいただきました、はい、私のプチお悩みはレモンの使い道です。私は社会人になったと同時に北海道へ引っ越しました。遠く離れた町で一人暮らしをする私へ、家族は年に数回野菜などを送ってくれます。北海道では季節的に高くなっている葉物野菜やフルーツが届き、とても嬉しいのですが、先日段ボールにレモンが一つだけ入っていました。そのまま食べるわけにもいかないし、これといったレモンのレシピが思いつきません。冷蔵庫に入れてから少し時間が経ってしまったので、そろそろ使わなくてはいけないなぁと悩んでいます。なにわ男子の料理担当大橋くんなら、どうやってレモンを食べますか。さあ、このレモンの使い道、大橋さん、このプチ悩み、知床のぴょん吉さんのこのレモンどうやって使うか、一言で、このお悩みに一言で回答お願いします。絞って飲め。絞って飲め、うん、なるほど、生絞り、まあ、そう、生絞り、生絞りレモン、うん、なんかこう料理にしてとかではない、うん、なんかではないではない、あ、じゃないんすか、もう、うん、飲むのが感じ、ビタミン C 取れるしね、直接、なるほど、だいぶ酸っぱそうですけども、いや、もうそれ我慢、我慢、なるほどね、うん、やっぱ違いますね、もう一言ですから、なんかてっきり、いや、それはレモンはちょっと切って何々して何々食べた方がいいよって言うから、あー、違う一言ですよね、一言で終わるコーナーになる、やっぱ違います、違いますね。じゃあ続いて徳島県のあゆみさんからいただきました、はい、私のプチお悩みは納豆をかき混ぜるときにカップに穴が開いてしまうことです。たくさんかき混ぜた方が美味しいと聞いたことがあって、力いっぱいかき混ぜているとお箸が貫通して手がベタベタになることがあります。洗い物になるので、なるべくお皿に移したくないです。どうしたらいいですか？さあ、これ。まあ、納豆をかき混ぜて力強くやってしまうと、お箸が貫通してしまう。さあ、こんな悩み。このプチ悩み。いけますか、もう。いけます。もういけますか。さあ、それでは大橋さん、このお悩みに一言で回答、お願いします。混ぜずに食べろ。なんかヘリクツに聞こえる。混ぜないんですか？混ぜない。でも混ぜると美味しくなるって聞いたことがあってっていう。うん。そこはあえて混ぜないんですか？あ、もうかぶりつけ。ちなみに混ぜ、うん。混ぜなくって食べたことは？ない。ない。ないけど、もう穴開くんやったらもうしゃあないやん。あ、確かに。その方がやっぱ力いっぱいね、混ぜようとして美味しくなれってことやろ。うん。混ぜずに美味しくなれって思ってからも、そのまま食え。そのまま食べる。なかなか俺とも今までの人生で出会ったことないかも。さあ、それでは続いて、青森県の桃花のプリンさんからいただきました。プチ悩み。未だに、エスカレーターとエレベーターがごっちゃになってしまいます。いい覚え方があったら、教えてほしいです。なるほどね、エスカレーターとエレベーター、まあ、違いますけども、よく似てるこの言葉、覚え方、どうやって覚えたんでしょう、自分たちは。まあでもこの桃花のプリンさんは、覚え方、なんかいい覚え方あったら教えてほしい。大橋さん、もうあります？一言で。これ一言って難しいで、結構。
エスカレーターとエレベーターの覚え方。どうやって覚えてんだろう。もうあれもね、エレベーターはエレベーターで覚えてるから。この難しさ。あ、なんか、え、悩んでますもしかして。なんで悩んでもういけるよ。口悩みに対して悩んでる。一つずつ言っていったら。一つずつ。エレベーターの名前と、はい。エスカレーターの名前。あ、覚え方ですか？うん。わかりました。それでは、大橋さん、このお悩みに一言で回答お願いします。エスカレーターが、全自動階段。エレベーターが、天へ昇る箱。ちょっと詳しく聞かせてもらっていいですか。どういうことですか。エスカレーターは全自動階段。はい、全自動階段。はい。で、エレベーターが？エレベーターが、天へ昇る箱。あの、死なないです。死なないですし、箱って。もう箱。あ、もうだから、エスカレーターとエレベーターって言い方をやめた方がいいってことですか。やめた方がいい。やっぱ覚えられんってことやろ。うん。俺もそうやもん。覚えられん。これ何やったっけ？なるもん。たまに。そういう時は何て言ってるんですか？天へ昇る箱。聞いたことないねんけど。全然かっこよくないし。天へ昇る箱と全自動階段。全自動階段。皆さんもぜひ。ももかのプリンさんももし、覚えれなかったら、この覚え方で。お願いします。さあ、それでは続いてです。下から読んでも新聞紙さんからいただきました。プチお悩み。怖いな。道端に咲いているタンポポの綿毛をふーってするかしないかで悩んでいます。ふーって、したいのですが、いい大人なので、人の目が気になってしまいます。どうしたらいいでしょうか？タンポポのね、あれを、ふってやるかやらないか。いい大人やからね、なんか周りに見られてさ、あの人大人やのになんかタンポポの畑ふってやってるって思われるのが嫌なのかな？気になってしまいます。どうしたらいいのか？さあ、このプチ悩み、大橋さん。あ、もううなずいてます。5回うなずきた。5回でうなずきが止まりました。それでは行きましょう。では、大橋さん、このお悩みに一言で回答お願いします。鼻息いいぞ。鼻息いいぞ。これどういうことですか？やっぱ、ふーってしてるとさ、口がうーの口やからさ、うん、この子吹いてんなって思う。なるやん、はい。じゃない。鼻息やったらバレ。口のうーが見えへんから。見えへんから。鼻息。なるほどね。鼻息。確かに見た感じでは、あ、吹いてるって分からへん。分からへんやろ。ただ一つ難点あると思うんですよ。何？あの人、まずタンポポ持って歩いてて、急にタンポポの畑が下に行くんですよ。下に。本来ならフーってやったら前に飛ぶんですよ。違う。はい。それ、違う。そのまんまじゃなくて、ちょっと、まあ、タンポポ持ってます。持ってます。高さはどんな辺ですか？あ、もう、この鼻のところらへん。鼻の位置、はい、自分の鼻ね。はい。で、ちょっとさ、公園にあるわけやん。言うたら、はい、ちょっとまあ、公園か、ちょっと、広っぱ。原っぱね。原っぱか。広っぱ。ゲロッパ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 。原っぱ。広っぱ。そこらへんにあるわけやん。うん。だから、そこで、お散歩してます。はい。気持ちいいな。天、見上げますよね。はい、そらね。その時に鼻からふん、はい、これでまっすぐ飛ぶ。あ、それで飛ぶで、なるほど。そうそうそう、鼻の位置はそのまま、そうそうそう、自分の首の角度を上に向いて、 そう、そしたら鼻息の道がちょうどタンポポのまっすぐになる。まっすぐなる。そしてふんってやったら、そう、そのまま飛んでいく。子供たちが飛んでいく。子供たちって呼んでんねや。子供たちが飛んでいくの。なるほど。そう。さあ、皆さんのプチ悩みいろいろありましたけども、まあぜひね、これからも大橋さんプチ悩みどんどん送ってほしいですよね。そうですね。あ、全然もうプチ悩みもうプチでいいですからね。何でもいいんでね、皆さんぜひ送ってほしいなと思います。今日はね、以上です。あ、ありがとうございました。ありがとうございます。もしかしたらこれが最初で最後かもしれませんのでえ以上、一言で回答、大橋和也のプチお悩み相談室でした。なにわ男子のウブラジー、今日の担当は藤原丈一郎と大橋和也です。なにわ男子のウブラジー、ウブラジー。今から5年後、あなたは何をしてどんな風に暮らしていますか？5ヶ月先ならすぐに答えられそうですが、5年後だとどうでしょう。人生の景色がちょっとだけ変わっているかもしれない。未来に思いを馳せて
手紙を送ってください。5年後の私へ。5年後の自分に向けて書いた手紙を紹介するコーナーです。リスナーさんと一緒にちょっと先の未来について考えていきたいと思います。はい。京都府京都市の稲さんからいただきました。5年後の私は家族と今以上に良好な関係を築き人生を謳歌していますか。今年の4月に子供が小学校に入学しました。夢と希望と可能性に満ち溢れた子供の姿をとても眩しく見つめていた時、子供にふと聞かれました。お母さんの将来の夢って何？衝撃でした。私は現在42歳。子供の頃に思い描いていた将来のまさにその時間の中に今の自分はいるのだと思っていたからです。現状とても幸せです。すでにゴールにいると思っていたのです。ですがもし今後平均寿命程度まで生きるとしたら、今までの人生のちょうど倍くらいの時間が私にはある。将来の夢があっても全然おかしくない。むしろ夢があった方が人生輝くと気づかされました。起業するとか学び直すとか、そんな劇的な夢でなくとも、ささやかな夢に向かって今後5年間を過ごしていきたいと思います。母として妻としてではなく、私個人としてやりたいことも山ほどあります。その都度夢をアップデートさせながら人生を楽しむ自分でいたいし、その姿を子供に見せたいです。うん、大人になってから夢何って子供に聞かれると、なんやろって確かになるかもしれへん。自分が今親にさ、夢何って聞いたら親即答できるかな。いやでもできんと思うよ。ただ自分の夢よりかは子供がこうなってほしいっていう自分の夢かもしれへんよね。うん、多分、まあそれこそ俺らだとね、なにわ男子が何とかしてほしいっていう夢にもなってるやろうし、うん、やっぱ年齢って関係ないよね。何歳からでも挑戦すべきやし、うん、60歳になったからもう習い事は やりませんとかじゃなくて、自分が大人になった時に、いや私は何歳だから挑戦することやめましたとかではなく、うん、うん、夢はね、みんな持つ権利はあるから、うん、いつまででも、うん、大人になってからの夢もあるやろうしね、うん、それをね楽しんでもらったらなって思います。はい、はい、皆さん今夜もたくさんのお便りありがとうございました。ありがとうございました。エンディングです。エンディングです。番組ではあなたからのメールを募集中です。すべてのコーナーの宛先はなにわアットマーク 1242.com、 なにわアットマーク 1242.com、 NANIWA のスペルは NANIWA です。なにわのスペルは小文字で同じこと言ってた。なにわのスペルは ANANANIWA の小文字です。メールを募集中のコーナー。言いたい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 って言って心臓を押さえてる。高配置高、はいかこれ、胃の配置高、はい、だメール心臓のお隣。メールを募集中のコーナーは番組のホームページに一覧が載っています。一度皆さん目を通してみてください。お願いします。よろしくお願いします。今言ったことは多分ね、あんまり理解できないと思いますので、皆さんウブラジで調べてください。はい、お願いします。ホームページ飛んでください。はい、お願いします。お願いします。さあ、ここで僕たちからのお知らせです。ライブブルーレイ&DVD なにわ男子デビューツアー2022ファーストラブが4月26日水曜日にリリースされました。こちらはですね、昨年4月から11月にかけて全国9都市で39公演行われました。なにわ男子デビュー後初のアリーナツアーから2022年11月2日の横浜アリーナ公演をパッケージ化したものです。うん、さあこれオアシー見ましたか DVD？ まだ見てません。まだ見えてない。さっきやっぱさ、皆さんよりか先にもらうわけ、もらってました、はい、やけど、まあ何個かもらったや、やけど、はい、やっぱ親にも送りたいし、はい、まだ送ってないね、はい、だから一緒に見ようかなと思って見てない。なるほど。っていう理由つけとくな。はい、わかりました。まあこちらね、皆さんもぜひなにわ男子のこのデビュー後初のアリーナツアーの
DVD になってますので、うん、僕たちのウブな感じだったりとても可愛らしさが、凝縮されたライブ DVD になってますので皆さんぜひ楽しみにしておいてください。お願いします。はい、ちょっと YouTube で見れるよね。あ、そうですね。さあ久しぶりの、上橋のラジオでしたけども、はい、大橋さんいかがでした？ジョー君どうやった？もう疲れました。今僕の手元には大橋が、まあ、全部ではないんですけど言い間違えた表が来ました。何してんの佐々木さん。ハラッパのことヒロッパ。ヒロッパ。ペンディングトレイン見たで、電車のシーンをバスのシーンって言った。あと友達のことを東京って言い出した。意味分かれへん。すごない？俺の友達がさ、俺の東京がさ。一番今日の多分ベストワード、はい、一生角刈りを一生格的一生格的。いや角刈りや。いや格的もさ角刈りもそんな変わらなくない？変わるやろ。角角した感じ嫌やろ。想像して頭格的やねんね。ちょっと赤みかかってんねんね。嫌やな。あいつちょっと格的じゃないって言われるの嫌や。それは嫌やわ。まあ来週も、うん、もしかしたら正解この言い間違いがまた起きるかもしれませんので、そのあたりも楽しみにしておいてください、はい、ということでなにわ男子のウブラジお付き合いいただきありがとうございました。ここまでのお相手は藤原丈一郎と大橋和也でした。バイバイ。